するしない。どうも、ひなたあいこです。今回も MJ の実況をしていきます。サンマを出せていただくんですけれども、私サンマまだまだ苦手です。もうちょっと上手くなれるようにぜひ見守ってください。では早速、トップを取ったらたくさんビンゴ回せるので頑張りたいと思います。さあ、では準備していきます。さあ、エントリー。さんまさんま、おお、あっという間にメンバー集まりました。ドキドキする、この最初のこの絵に。うわあ、みんな怖い顔。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、頑張ろう。トーン1曲、ドラは何、プレイヤーはシャーチャです。私シャーチャ。プレイヤーの引きに期待しましょう。一体どんな戦いとなるのでしょうか。あんまり良くない。一歩前進。前進ですけど、ミサさん、わお、本当に嬉しくない感じになってきました。シャーチャですからね、何も役にならないし、チートイツ見ながらかな。ひなた、これでリアンシャンテンです。リアンシャンテンね、はいはい、泣きません。これは先ほど切った灰。ふぅ、こういうのあるよね、よくあるよくある。さあ、この灰はどうする。ここも我慢。泣きません。おう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 、そうずか。あっという間にリアンシャンテン。うんずか。チュンもね、ションパイまだ。トン、どうすトン。いや、誰かのリアンハンは嫌だな。ビーチ。おー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 おお。プレイヤーがここで勝負に出るのか注目しましょう。こういう手の時は基本的に立ち向かわない。なんでかというと、イーシャンテンとはいえ、ドラもねプランとしてる手でしたから、あんまりねわざわざ挑みに行かない。ああ、これは思わぬ失点。トイメン、さあ、コーススタートを切りました。トイメン、まずは1個リード。これ裏が乗ったら1万2千の手でしたね。テンパネの9600点。うん、高い。トン1曲、一本場、ドラはローソ、プレイヤーはシャーチャです。トン1続きましたね。オーストラ1枚。いや、まだまだわかりませんよ。さあ、ここそう、まだまだわかんない。していくのでしょうか。染めても見えるし、まあドラを使ってもいいかなって感じですけど、どうしようかな。とりあえずね、ドラは使いたいから、カンちゃん残して、あ、これでとりあえずこう打っちゃいましょうか。メインホンのインシャンテンで。あー、さすがにアンパイの発残そうかな。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、よかった。危ない、あの間が怖いですよね、たまにね、これね。おーおーおお、先輩、こういう時はもう迷わず素直にリーチいっちゃいます。リーチ、リーチメンホン。神茶、ここはプレイヤーの現物を切っていった。ドラは現物ですね。2つね、仕掛けてる方のパーピンは現物なんですけど、相手の出方を伺っているのか。神茶、プレイヤーのリーチに対応しています。あー、こういう時がなんかドキドキしますよね。神茶、なんかリーチも落ち着かないな。時間を、もうドラゴン、あー、積もれた。ありがたい。見事な上がりです。ひなた、これでトップに入りましたよ。お見事。おお、乗ったね。リズム、メンホン、ドラ全部ね、やってれますけど、裏が1個乗ってくれたおかげでハネマンになりました。トン
よし、パン2曲プレイヤーはなんちゃです。頑張れ私。おー、いいですね。当時の一通が見えます。どんな結末となるのでしょうか。ひなた、早くもリャンシャン点。ちゃんと欲しいですの。あー、ずれた。まあでもありがたい。これでも最後の形がどこになるかが大事ですね。あー、こういうの今ね、ウーピンドラだからこうしちゃいましょうか。ピンフテので、 Q1 とかね、もう山に残ってそうだし、ちょっと残そう。あは、引けた子もね、流れるように来るのは本当にもう自分の力じゃないところで本当感謝のところですよね。運のところ。ピースーソー、ピースーソー。トイメン慎重に打っています。ひなた、上がりきることはできるか。一通はね、ずれちゃったけど、もうリーチもかけれたし十分です。あとは上がりたい。お願いします。ここに仕掛けていく。おおおいはいはい、5800点。そんな世の中ね、うまくいかないよね。調子乗ってた、すいませんでした。プレイヤーはなんちゃです。ここからどのような手に化けるのか注目ですね。ウーシャンテン来た。ウーシャンテン、はい、ウーシャンテンです。一手一手進んで、あ、これでスーシャンテン、これで一歩前進。ここは一歩前進だけども、まだまだですよ。ひなた、手が進んだ。手進んだね。手は先輩来ちゃおう。薬杯ほんとね、テンポ早い中でね、冷静な判断でちゃんとできてんのかな。難しいよ、頭働かせないと。足りない思考が。重苦しい、みんなさ、そう、重苦しいですね。場に、なんか端牌ばっかり。あー、ちょっとね、怖いんで、こう打っちゃおう。場は膠着状態。サンマは、あー、闇天だ。これは強烈なつま上がり。あら、お高いです、お高いですね。あらららら、お高いんですね。食られてしまった。トン2曲、日本版ドラマパーピン、プレイヤーはなんちゃです。なんちゃです。現在のトップはカミチャです。あー、ちゃんとだ。まだまだわかりませんよ。果たして、この曲を制することができるのでしょうか。ちょっとおしゃれにいっちゃう。ひなた、どうしようかな。早くもリアンシャン。泣いていってもありなんですけど、チーソーこれあっても手役つかないんで。さあ、この範囲に入ろう。ひなた、いきなり仕掛けていった。リアンシャン点で、あーお、あーお、イエー、もっと高くなるかも。場を制する人物は一体誰なのか。こういう仕掛けは何かあった時にチュンが切れるっていうのが心強いのでおすすめ。泣きやすいて。ちょっとぐらいいいよね。言ってもこれぐらいはお願いします。追いつけるんですかね。急走、ローソー切ってる筋、パスをつまぎだった。ありがとうございます。ようやく持ってきた。これはね、行く。頑張れ。よし、現物。シャアは安全牌。ここはドラを持ってきた。あ、思いのほかお高いくなりましたね。チュン切ってもね、これはペイが役なので、これぐらいっていいでしょ。休め。いや、いいピンが上がれないのもったいないからね。ちゃんと戦おう。
誰が上がりを勝ち取ることになるのか。早いみんな、あと7秒しかない。私あれ全然なかなか上がりませんね。あれりりりり、これ当たりなの？マジかベンチーピンかガンチーピンしかないよね、そしたらね。あーよかった、裏取らない。っていうか E ピンこんなにここにあるの、なんてこった。わーお怖い。なんか上がれそうだなとか思ったらなかったですね、 E ピン。プレイヤーはなんちゃです。はい、なんちゃです。これは腕を試されるハイパイだ。腕を試されるハイパイ怖いな。あーチートイツイシャンテン、あっという間にイシャンテン。赤もね入ってるルールだからやっぱり大事にして。あー染めても考えるよね。スーソー切っていきたくなっちゃうな。3ピンとか来たらスーソー切っちゃうかも。あーちょっとこれをやめとこう、とりあえず。あー9ピンどうなのこれ、9ピンとりあえず切っちゃおうか。これはハック、つむぎり、ションパイ。一番最初に仕掛けるのは誰か。リャンピン、ドラヒオですからね、リャンピンは。ハック。では、バニー一枚。うちとしては悪くない。なんとね、バニー1枚。ここでリーチ。プレイヤーがここで勝負に出るのか注目しましょう。果たしてここから追いつけるのでしょうか。2枚切れのローピン、9ピン振り点です。私シャアは出てない。さあこの牌はここも我慢。泣かないよ、現物。まだ親もあるしね、ちょっとあんまりこう焦るよりもしっかり判断しなきゃ。感想は通ってない。ひなた、天敗。天敗だけどさ、天敗だけどチートイ飲むよこれ。を制するのは一体誰なのか。あ、横移動だ。これは思わぬ失点。これはうまく打たれてしまいました。あーでも裏は乗らない。渋い。まずまず。ドドラはハク、プレイヤーは親です。まあね、結構も失点がなかったから。まだまだトップを狙えるポジションですよ。頑張ります。オービアンコ。チーができないからね。止めたい。いつ、ハンいつできればね、トンがいっぱい来て、シャアが来て、うっかりちゃっかりの役満も見ながら。ああ9ワンポンなんだ。とりあえずね、ローピン2枚なったけど1枚バカ泣かない。おおチュン。これでリアンシャンテンです。いや問題はハクですよ、この。ああ通ったよこれ。あーなんか悩む前に切ってくれたよ。重ならえと思ってたけど、ひなたあっという間にイシャンテン。いやーいやー、この範囲に反応するか。ポンポン、ひなたおたかぜのひなた天敗。ドラ短期にしてみました。本一ペドラドラ決まれば大きい。バニキリーチ。ここでリーチ。プレイヤーがどう出るかここは注目です。ああ痺れる。ああ怖い。あしかも白当たりなんだ神茶さんの。あなんかじゃあお互いに潰し合っちゃった感じか。そんな感じですね、これね。あーまあ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 、でも1万点差ないから全然頑張れる。ドラは
界のトップは、いやー、ああいう曲名しびれますよね、本当に。一体どんな結末となるのでしょうか。手に汗握るみたいな。ひなた、これで一歩前進。トンも役じゃない、染めもない。ひなた、波が来た。この範囲に吐くことはせん。いや、問題はね、吐くをね、ポンするかどうかなんですよ。今回はどうしようかな。立つ、ションパイ、いいピンは止めてる。さあ、この範囲はどこ。ここも我慢。泣かないけどさ、 E1 がもうないんですよね。あー、これで E1 か。普通も見えるし、あっという間かどうかは違う気がする。ここでも仕掛けない。リアンソーがもうない。ハクが取れない。少し場が落ち着いてきたか。いやー、さあ持ってきた。来たけど、これはリーチ打つのかな。でもね、ドラの入れ替えもあるし、三層引いた時の形がいいんですよね。親のリーチだけに注意が必要です。 GP は筋、発想は筋。ひなた、上がりきることはできるか。三ピン、三ピン打てない。ここは一歩後退。ここはドラを持ってきた。ドラを持ってきたけどよ、ドラを持ってきたけど、手は2枚切れ。息を呑む攻防が続いています。晴れた。これで天気。いや、晴れた。寸前でしたが間に合いました。はい、運転です。いやー、よかった。パーピン通るじゃんね、これ。まあでも天杯取れてよかった。ふぅ、ハクもちもちでしたね。こわっ、こわっ。あら、手悪いですね。手が悪い、手が悪いんじゃ。さっきね、全員天杯だったから点差も縮まらなかったんですよね。トップと91。誰か、誰かな。ひなた、これで一歩前進。あ、泣いてた。いきなり仕掛けていった。てかね、もうさ、ドラ切ってるんですよね。2巡目にシャア、なんかちょっとテンポ早いもん。打つテンポ早いもん、すごい早いもん。ひなた、これでリアンシャンテンです。あー、切り遅れてるな。これは思わぬ失点。これは早かったですね。早かったですね。日給。ちょっと持っていい？集中頑張れ私。ランク2曲、日本馬、ドラは9走、プレイヤーはなんちゃです。ここは慎重に打ち回したい局面です。慎重か。あー、ドラドラ。役配重なれ。現状ね、ラス目ですから私。これで一歩前進。頑張れ。いいかな。これは放っちゃおうかな。ひなた、これでリアンシャンテンです。ドラ固定しちゃった。決めちゃうか。チートイに。あっという間にイシャンテン。あとはハクが親の現物だから、ちょっと親の現物残し目で発想。重苦しい場になっています。ロッピーガー泣きです。おー、マジかー。
思ってたんと違う。ここで仕掛けていく。あ、待ってたんと違う。いやいや、注目されたくないよこれ。このまま静かに場が進行していくのか。いや、この手はね、勝負手だよな。イワンクー出す灰だがどうする。ポン、テンパイは取れたいもん。あ、詰んだか。さあ、このままに反応。お願いします。うん、ちょっとキャンセルかな、これは。やったりそう。怖い。ロビン、ロビン、ロビン、ロビンって何。誰が上がりを勝ち取る。今日は怖かったけど。カイリアス危ないじゃん。よかった、選ばなくて。盛り上がるけど、ドキドキ。ラン3曲、3本場、ドラは両ピン、プレイヤーは親です。私親。試合もいよいよオーラスとなりました。はい、オーラスですよ。ツモなら5800点以上、うん、はい、ロンなら万が運上がればトップです。上がればトップです。すごい優しいですよね。ちゃんとまくる条件を教えてくれるんですよ、そのまま。行こう。一回でね、決めるぐらいの気持ちを持って。現状ラス目ですけど。うん、ここで仕掛けていく。仕掛けますよ、そりゃ。仕掛けて、各茶どのように打ち回しているのか。つもぎりが続きます。あわよくばんといったみたいになるかもしれないし、ならない。ひなた、イーシャンテン、トイメン、ここは合わせ打ち。あれれれれれれれ、カミちゃん、軽快なつも。うわぁ、これは早かったですね。まい、まいりました。さあ、というわけで、なんと3着ということは、3着っていうことはラス、ラスで高えて上がってないと。あれ、ゼロ個。え、ちょっと待って、確認していい。ありがとうございました。今回はラスということで、ハネマン1回上がったので、ガチャは1回だけ。まあラスでさ、1回だけ回せるハネマンがあっただけでも幸せだよねと思うことにします。いくよー、1回。何番だ何番だ。じゃん、62。ジラ62はない。ありませんでした。はあ、ビンゴ進まずでした。私の力が入りませんでした。全部で15回の今3回だから、あとまだ12回あるんでね、まだまだアクチャンスあるので頑張りたいと思います。皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ビンゴ頑張ると。 Twitter もフォローしてください。では、バイバイ。